2012年リアジェット25墜落事故は2012年12月9日にメキシコで発生した航空事故である。モンテレー国際空港からトルカ国際空港へ向かっていたスターウッドマネジメントのリアジェット25が離陸の数分後に墜落し乗員乗客7人全員が死亡した。事故機のリアジェット25は1969年に 製造番号25から046として製造された。2005年、事故機は左右で燃料のバランスが不均等になるという出来事に巻き込まれたが、燃料システムに故障は見られなかった。事故機の高度の記録事故機は、モンテレーアリーナでの公演後にチャーターされた便で、アメリカ人歌手のジェニー・リベラを含む5人の乗客が登場していた。現地時間三時二十分、リアジェット十五は、 モンテレー国際空港を離陸した。離陸後、リアジェット25は37,000フィートまで上昇する予定だった。しかし3時30分、機体は26,000フィートで15秒ほど水平飛行を行った。その後、28,800フィートまで上昇したが、リアジェット25は突然急降下を開始した。機体は 標高5600フィートの山岳地帯に墜落した。緊急事態の宣言はなかった。9日の遅く、ヌエボレオン州のイットルビデで機体の残骸が発見された。墜落の衝撃により機体は完全に破壊され、搭乗者7人は全員死亡した。メキシコの民間航空局が事故調査を行った。事故機の製造及び登録はアメリカで行われていたため、 国家運輸安全委員会が事故調査に加わった。2014年12月、ダギャックは最終報告書を発行した。墜落の衝撃により、フライトデータレコーダーが破壊されていたため、事故原因の特定は困難だった。また、コックピットボイスレコーダーは現場から発見できなかった。事故機の高度と速度管制官のレーダー記録から、 ディアジェット25は2万8000フィート付近を上昇中に突然制御を失い、垂直に近い角度で降下したと推定された。最終的に機体は89度の機種下げ状態で地面に激突した。激突した時の速度は最大運用制限速度を上回っていた。事故以前に事故機に登場したパイロットが飛行中に操縦艦に異常な振動が見られると報告していた。 このことから、事故原因として、水平安定板の故障が考えられたが、残骸からその証拠は得られなかった。また NTSB は、事故機の水平安定板のアクチュエーターを詳細に検査、したが、水平安定板が異常動作を起こしたという証拠は、発見できなかった。最終報告書では墜落は、原因不明であると結論付けられた。調査から、パイロットが、 複数の違反をしていたことが判明した。78歳の機長は定年を超えていた。21歳の副操縦士はリアジェット25の有効な飛行資格を持っていなかった。ありがとうございます。